なにいんのかよ。若いやつも結構来てんな。一番、お前何歳だ。42歳だ。ナンバは確か41かな。どっちも望みは薄いな。歳なんて関係ねえ。仕事ってのは熱意だ、熱意だろ。熱意ね。やる気はあるっつってんだろ。まだまだ若いやつに負けねえよ。松尾さん、あなたお酒臭いですよ。そういった方は斡旋しかねますんで、まずお酒をやめて後日改めて来てください。バカ野郎、こんなとこ二度と来れますか。次の方。はい、よろしくお願いします。現住所が空欄ですが。今住むところがなくて。でも仕事は真面目にやります。酒も飲んでません。では今回は特別に。もう決定か。ご実家の住所を書いといてください。え、なんだ。あ、でもその実家もないんすよ。ああ、いわゆる路上生活ということですね。では自立支援センターの方へ行ってください。なんすかこれ。健康診断や技能講習を受けられますんで。いや、俺が紹介してほしいのはこういうのじゃなくて仕事なんすよ。現状では斡旋しかねます。規則ですので。お願いしますよ、俺頑張りますんで。無理なものは無理です。規則ですので。はい、次の方。ちょっと待ってくれよ、もう少し話しよう。おい、さっさとどけよ。どうだ、熱意は伝わったか。いや、全くダメだ。だよな、俺も門前払いだ。捨てる神はいても拾う神はいないってことさ。全くその通りよ。どうだい、見捨てられた門同士、その辺で仲良く飲まねえか。お前と一緒にすんじゃねえよ。ホームレスの分際で透けしやがって。こんなんだったら魚でも釣りに行ってる方がマジだったぜ。とんでも大事だ。腐るなよ、他に方法がある。諦めちゃダメだ。あんたたち仕事探しに来たのかい。ああ、だけどホームレスには斡旋できねえとよ。それは難儀だね。でもそれじゃ困るだろう。そりゃ参ってるさ。でも仕方ねえよ。でも見たところあんたたち根は悪い人間じゃなさそうだな。お世辞なんていらねえよ。でもありがとうよ。今夜ちょっとしたバイトをしないかい。あ、と言っても雇い主は私じゃないよ。桜川の向こうにスナック街があるんだが、そこにハーバーライトっていうスナックがあってね、ママさんが今夜一晩だけバイトを探してるらしい。スナック？一体何すんだ。さあね、詳しくは知らんが、仕事をこなせば5000円ほどくれるみたいだよ。5000円はありがてえ。行ってみるか。ああ、ありがとうな、おっちゃん。ちょっとこんなところで斡旋しないでくださいよ。ん？何のことだ。見てましたからね。規則違反ですよ。まあまあ、
規則や法律の中だけでは救えない人間もいるんだよ。これくらいは許されることさ。はあ、いつも勝手なんですから、所長は。あのハローワークのおっちゃんに紹介されてきたんですけど。え、ハローワーク？私が頼んでおいたのさ。ハロワの神戸に用心棒よこせってね。ちょっと浜子さん、勝手なことしないでよ。そんなの払うお金ないわよ。5000円で命張ってくれるなら安いもんさ。二人もよこしてくれるなんて、神戸も気が利くね。ちょっと待ってくれよ。用心棒、命張るって一体何の話だ。俺らに何させる気だ。一から説明してやるよ。こっち行きな、坊やたち。川沿いに店が並んでるだろう。全部ここと同じようなスナックさ。この辺りの店はもう何十年も泥棒に遭っててね。泥棒？泥棒って言っても盗むのは金じゃないよ。やつらが盗むのは電気さ。電気？東電ってやつか。ああ、あの電線を見てみな。この電線はずっと昔にやつらが勝手に張ったものさ。やつらって誰だ？あれってコミジュルじゃねえか。コミジュル、なんだそれ。お話だろ、偉人さんの一つ、韓国マフィアだ。コミジュルって名前の組織なのか。いや、連中に名称はねえ。コミジュルってのはあの場所そのものの名前だ。じゃあそれがそのまま通り名になったってことか。そういうこと。ここいらのスナックはずっとコミジュルに電気を使われ続けてんのさ。その電気代だけで1店舗あたり月数万はいくよ。もちろんコミジュルは払ってくんないから店が負担してんだよ。犯人がコミジュルって分かってんなら行動すりゃいいじゃねえか。とりあえず泥棒だからまず警察に連絡か。ではどこだ。それができりゃ誰も苦労しねえだろう。だよな、ばあさん。ま、そうだわね。え、なんでだよ。窃盗だぜ。警察様の出番だろう。警察は取り合わねえよ。コミジロのアジトに行くなんてやべえことするはずがねえ。やべえこと？どれくらいやべえことなんだよ。生きて帰ることはまずないね。また大げさな。大げさじゃねえ。コミジロに近づく人間はヤクザ、マフィア、警察関係なく片っ端から消えてくって昔っから有名で、墓場みたいなところだぞ。偉人さんの他の連中だってあそこに近づくのは嫌がるくらいだ。難波さんは知り合いいねえのか、コミジュルに。いねえよ。知り合いたくもねえ。そっか。じゃあコミジュルから離れたところでそいつらの誰かを見つけ出してから。あそこから一歩でも外に出たら誰が誰だかわからねえよ。バッチつけてるわけでもねえ。コミジルの連中ってのは偉人さんでもひときわアンダーグラウンドな存在なんだ。なるほど。町じゃあってもわからねえ。会いたきゃあそこへ行くしかねえか。で、行けば死ぬのは間違いなし。てわけで、ばあさん、こりゃ諦めてもらうしかないぜ。そんな簡単に言わないでくれよ。こりゃ死活問題なんだ。そうだよな。なんかいい手がねえもんかな。ここら一番。お前何言ってんだよ。関わるのはよそうぜ。だったら電線切っちまえばいいんじゃねえ。コミジュルが勝手に張ったもんなんだし。バカ言うね。だよね。だから昨日切っちまったとこだよ。え？おい、何してんだよババ。すみません、私も止めたんですけど。
まあまあね、そんなことしたらどんな仕返しをされるかわかんないって泣いて止めるんだけどさ、今までもずっとこの繰り返しで、ついに昨日堪忍袋の尾が切れてブチッとやっちまったのさ。あたしも年かね。年のせいにすんじゃねえ。どうするつもりなんだ。そこんとこはあんた方に頼みたいわけさ。ふざけんなよ。そんでやったのは昨日だな。コミジュルからの反応は？今日ママが出勤したらこんなもんが店に放り込まれててな。今夜中に復旧しろ。電線を直せってことか。もし直さなかったらどうなる？そうね、相手は姿も見たことねえ連中だし、連中の言ってることが脅しじゃなけりゃ、なんか仕掛けてくるかもしんないね。来るかもしんないねって絶対来るさ。あのな、ばあさんが自分の大事な店を続けたい気持ちはわからんでもないけどさ、さすがに無茶すぎ。自分の店？あたしゃここの常連客だよ。ママのことを思って用心棒を手配したってわけさ。はあ？どこまで勝手なババアだ。とにかく冗談じゃねえ。俺はコミジュルと関わり合うのなんて絶対にごめんだぜ。絶対にだ。そうかい。嫌ならお帰り。腰の抜けたボディーガードに払う金はないよ。ああそうかい。こっちから願い先だ。おい帰るぞ。すみませんでした。本当にお騒がせしました。あんたこれからどうするつもりだ？電線をまた引き直して、それでも揉めたら誰かにお金を借りて示談なりなんなり。そんなのやめときな。あたしゃ納得いかないよ。うるせえババア。そもそもてめえのせいだろ。ばあさんの言う通りだ。納得いかねえな。は？泥棒された上、その泥棒にまた金払うなんてありえねえ。バイト代は5000円だったな。ああ、それがママの出せる限界でね。でも構わねえ。俺やるぜ。マジかよ。ちょっと待てよ。仕事を選べる立場じゃねえんだ。人助けして金までもらえるなら願ったりかなったりさ。いいこと言うじゃないか。あんたはちょっと違うと思ったよ。誰かさんと違って。このバーバー。本当にいいんですか？ねえ、男に日本はねえ。俺たちで引き受けるぜ。ちょいマジ。俺たち？俺も入ってんのか？ま、やる気のねえやつはお荷物だ。嫌ならお帰り。わかったよ、もうやるよ。やりゃいいんだろうが。よし、話は決まったね。心強い用心棒が2人もいるんだ。営業開始といこうじゃないか、ママ。しかし不気味なビルだな。こんなに電線引っ張ってやつら一体何に使ってんだ。俺が知るはずねえだろ。飲みすぎだぜ、ナンバ。たった5000円ポッチで命かけろって言われてんだぞ。そう言うなよ。死ぬと決まったわけじゃねえ。でもよ、おかしいと思わねえか。コミジュルってのはあの建物の中に閉じこもったままで、そこの人間は大っぴらには人前に現れねえ。何十年もそうだ。そんな奴らが今更電線を元に戻せて客のいるスナックにわざわざ乗り込んでくると思うか。じゃあこのメッセージはただの脅しってことか。俺はそう睨んでるぜ。異人町の人間はコミジュルを恐れてる。それはコミジュルも分かってる。こんなもん投げ入れられたら普通はビビってすぐに言うこと聞くのが普通さ。
だから石黒を投げて脅して送電戻すの待ってるんだ。戻したかなんて確認もいちいちしねえさ。もし確認しに来てそのままほっといたら。いやお前、もう一個また投げに来るかもな。俺たちはずっと戻さないって決めたんだ。今はそれで済んでもいつか乗り込んでくるかもしれねえな。だからよ一番、もう石黒で住んでる今のうちに、もうこれは脅しだけだっつってまんまとばあさんほっといてずらかろうぜ。聞こえてるよ。たく、地獄耳なばあさんだぜ。ん、どうした。いや、あれ誰もいねえじゃねえか。いや、さっき人影が。ああ、なんてポップコーンかよ。ビビらせやがって。いらっしゃいませ。お客さん、うちは初めてでしたっけ。まあな。あ、あの男ハローワークにいたやつだ。本当だ、あの野郎。無職のくせに飲み屋なんか来やがって。ん、な、うらやめろ。お前コミジュルなのか。おい待て。邪魔すんじゃねえよ。なんであんなことしたんだ。雇われたんだ。あの店をめちゃくちゃにすれば大金をくれるってな。お前を雇ったのは韓国のマフィアか。そうだろう。知らねえよ。公園で飲んでたら声をかけられたんだ。店をぶっ壊せば100万くれるってな。邪魔するってんならてめえらも容赦しねえぞ。かかってこい。てくそ。お前名前なんだっけ。ハローで呼ばれてたよな。そうだ、松尾だ。だよな。うるせえ。あのな、お前店を襲っただけで100万なんて簡単にもらえると思ってたのか。おもちゃ悪いか。お前を雇ったのはあのビルにいる韓国マフィアだ、間違いねえ。なんでわかる。まあ身に覚えがあるっていうか、襲われる理由があってな。でもあいつらはな、公園で酒飲んでる無職男に100万もくれてやるほどお人よしじゃねえ。そうかよ。お前に声かけてきたのはどんなやつだった。顔は見たんだろ。さあな、覚えてねえよ。てめえちゃんと答えろ。やめろ。ナンバー、聞きたきゃあのアマに聞け。アマ。お待て。おい一番、おうだ。やめとけ一番。あそこに入ったやつは生きて帰れねえんだぞ。あいつ笑ってやがった。あの野郎、コミジュルに雇われたんじゃなくて、あいつがコミジュルの。ああ、奴がコミジュルのメンバーかもな。なんだよ、どんどんやべえことになっちまってるじゃねえかよ。あいつアマって言ってたぞ。コミジュルに女がいんのか。そんなの知らねえよ。今そんなのどうでもいいだろ。一番見ろ。逃げろ。
されちまうよ。くそ、よし、一か八かだ。おい、コミジュル隊よ。え、何してんだよ。あんたらが雇ったやつだ。あんたらのお仲間かは知らねえけど、もうそっちに帰ったんだ。俺らも返しちゃくんねえか。ここで俺たち殺しても死体の始末ってのも大変だろ。やめとけって。あと、それとよ、スナックの電線の件だ。あれでスナックは廃業寸前なんだぜ。あんたらどっちみちあの店が潰れりゃ電気だって取れねえだろ。もういい加減やめてやれよ。お前の方こそやめてくれ。あんたらも気合の入った組織なんだってな。だったらチンケな東電なんて似合わねえだろ。やめとけよ。もう知らねえ、俺ら死んだな。気が済んだか。え、嘘。ありがとうよ、そう来なくちゃ。おい、帰ろうぜ。マジかよ。ありがとうございます。待った。え、はい、分かった。おう、おう、ふ